収入アップに役立つ本の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめるサンダです。本日は河野栄太郎さんの書かれました 99% の人がしていないたった 1% の仕事のコツについてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども、着実に目標を達成するためのヒントが欲しいと思って読んでいました。約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。14ページ、自信があるように振る舞う。私は以前こんな実験をしたことがあります。 A、 まだ不十分ですがと B、 結構うまくまとまっていると思いますという言葉を頭につけたメールを別々のグループに送ってみるという実験です。結果はものの見事に分かれました。前者には寄ってたかってもっと考えてから持ってこいとかこことここがダメといったネガティブなコメントが返ってきました。一方後者にはいいね、お見事、こうするともっといいかもというポジティブなコメントが返ってきました。内容は同じにもかかわらずです。これは人間が持っている先入観によるものです。心理学ではプライミング、呼び水効果と言います。効くと聞かされて薬を飲んだ場合と薬と知らないで飲んだ場合の効果に違いに関する実験が有名ですが、ビジネスでも最初に自信があるという暗示をかければ相手からポジティブな反応が返ってきます。24ページ、エレベーターブリーフィングを実践する。3分間のほうれん草に練習にいいものがあります。エレベーターブリーフィングです。これはスケジュールが取りにくいエグゼクティブに対して唯一フリーになる移動のタイミングを狙い、エレベーターホールで上司を捕まえて降りるまでの1分から3分で必要な承認を得たり、責任が伴う判断を仰いだりすることを言います。3分間の基本構成はこんな具合でしょうか。趣旨を伝える、選択肢を伝える、判断のポイントを伝える、結論を伝える、確認とアクションの確認をする。ほうれん草は必要な時に必要なことをしっかり押さえることが何より大事。丁寧さを気にして目的を見失ってはいけません。40ページ、目的とゴールを事前に共有する。無駄な時間を過ごさないためにも、まず会議の目的とゴールを事前に全員で共有することをお勧めします。目的がない会議など、目的とゴールって違うの?と思われた方もいるでしょう。私は次のように定義しています。目的、最終的に実践すること。ゴール、目的が実現できて状態を測る基準。会議の目的とゴールが事前に参加者に共有されていないなら、会議は開くべきではありません。繰り返しになりますが、会議は準備時間がとても大切なんです。46ページ、根回しをする。実は実際に会議が始まる前から、会議はすでに始まっています。一般にネガティブな文脈で語られがちな根回しも、会議を成功させるための立派な事前準備です。私は根回しには次の2つの意義があると思っています。誤解の回避。自分の意図を事前に参加者に伝えることができるため、誤解に基づく当日の反対を回避できる。会議の充実。会議の場では集まりにくい各自の本音を事前に把握しておくことで、当日の議論の充実を図れる。50ページ、要点を先に言う。ある外国人役員が日本赴任を終えた送別会で、最後に我々日本人に残した印象的なメッセージがありました。起承転結はいりません。我々は結論が知りたかったのです。何を頼みたいのか、最初に明確にしてほしい。ストーリーはいらないのです。日本人を妻に持ち、日本での生活が15年になる彼をして最後に言わせた言葉がこれでした。日本語は構文上どうしても結論を最後に、周辺情報や理由を前に持ってくる傾向があります。会議は持論を主張したり質問したりする場面の繰り返しですが、その全てで、要するに何が言いたいのかを冒頭で述べることです。アンチクライマックス法は特に時間がない場合の相手や興味に薄い場合に有効です。会議に限らずビジネスは常にアンチクライマックス法にしてください。要点を先に持っていく方法を心理学ではアンチクライマックス法というそうです。70ページ。結論を最初に書く。先ほども研究したアンチクライマックス法。ビジネスではメールでも同じことが求められます。実際にビジネスメールを書くシーンでは懸命に「お願い」「4月18休暇のお知らせ」「何々のお願い何時まで」といった形でまず端的に表現した上で、メール本文では「お願いがあります」「〇〇を実施していただきたいのです」ご依頼の背景はという書き方ができると最も効率が良いでしょう。これなら時間のない人も冒頭だけ読んでメールの重要度や取るべきアクションが判断できますし、冒頭で読み手の意識をセットしているため内容が理解されやすいという利点もあります。最初の一文で何が望みかが分かる表現にして単刀直入に切り込むこと。86ページ。キッスを心がける。キッスの原則をご存知ですか？これは Keep it short and simple の頭文字を取ったもので、とにかく冗長になりがちなビジネス文書は何を置いても短く単純にまとめることを心がけるべきだというメッセージです。中には Keep it simple and stupidと解説するまでありますが、これはバカがつくほど簡単にと前者をさらに強調したものと言えるでしょう。パワーポイントを使うときも伝えるべきことの多い用紙が相手に一目でわかるように作るのがポイントです。守るべきはワンスライド、ワンメッセージのルール。一枚のスライドには複数のメッセージを含めない。これをルールにしてください。136ページ。早朝型を試してみる。深夜型と早朝型、どちらで仕事をする人が多いかと比較すると、やはり深夜型が圧倒的に多いような気がします。しかし、上位職になってくると、早朝に仕事をしている人の割合は大きく増えます。これは早朝に仕事をする方が効率がいいと感じる人が多いからです。早朝であれば電話はかかってきませんので考えることに集中できます。メールも朝なら今ある以上に増えませんので溜まったものを一気に処理できます。さらに朝はまだ頭も冴えていて処理スピードが飛躍的に速いため昼間なら難しい仕事も早朝なら朝飯前です。私は4時台に起きて7時まで仕事をし、その後家事育児を済ませて出社。このスタイルに切り替えるコツは簡単です。前日に早く寝ることです。22時台に就寝すると6時間は睡眠時間を確保できます。自分でも驚くほど効率が上がりますので、一度早朝型ワークスタイルを試してはいかがでしょうか。182ページ。メンター、師匠を持つ。仕事上の課題や悩みというのは、とにかく現在の上司やチームメンバーには相談しにくいものです。とはいえ、家族や友人では分かってもらえないし、心配もかけたくない。そんな時に相談相手になってもらえる人を何人か思い浮かべられるでしょうか。このような相談相手をメンター、師匠と言います。目標達成にメンターは不可欠です。メンターになってください。いいですよという正式なセレモニーは必要ありません。あなたがそう思えば、その人はあなたのメンターです。メンターはあなたが尊敬できる人という以外に特に条件はありません。一般的には元上司であったり、以前のお客様であったり、学生時代の恩師や先輩など、今では利害関係がなく、自分より経験豊富な人生の先輩であることが多いようです。これ以外にも、着実に目標を達成するためのヒントが具体的に紹介をされておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。